あんた、最悪の女ね。絶対に許さないから。ゆかりさん、今度はどうしたんですかまた私が魔女の末裔だって言い出すんですかあんたは間違いなく魔女の末裔だけど、今回は別の件よ。あんた私の婚約者と何やら仲良くやっているようね。は何のことですとぼけんじゃないわよ。こっちは全部わかってんだから。本当に薄汚い女ね。いつもいつも。 いや、ちょっと待ってくださいよ。また私に言いがかりですかいくら私のことが気に入らないからって、またありもしないこと、でっちあげないでくださいよ。ありもしないこと私はこの目で見たのよ。あんたたち二人のランデブーをね。また突拍子もないことを。まず、私はゆかりさんの婚約者の顔も知りませんよ。っていうか、ゆかりさんと婚約するなんて、よっぽどの変人だと思いますし。 その発言は侮辱的だわ。私のことはいいけど、他者への配慮を怠らない方がいいと思うわよ。はーい、本当に申し訳ありません。確かに良くない発言でした。とにかく、あんたはパーの暴ずれ女なのよ。なんでその侮辱は許されるんですか何とでも言っていただいて構いませんけど、それは何かの間違いです。だから、この目で見たの。あなたたちの熱いひとときを。 さっきから昭和歌謡みたいな言い回しやめてくださいよ。なんか認めたくなっちゃうじゃないですか。いいから認めなさいよ。私には何でもお見通しなんだから。言っとくけど、あんたが認めようが認めまいが、私は必ず復讐するから。はぁ、あ、脅しですかええー、脅しよ。言っとくけど、今回ばかりは絶対に許さないから。今回ばかりはって、今までも私は逆恨みされてばっかりですよ。 ゆかりさんが車で私の自転車を潰した時だって、私のせいにされて。あんなの、家の庭に置いとくから悪いのよ。家の庭以外にどこに自転車を置くって言うんですか。その一件だって訴えてもよかったんですからね。でも、ゆかりさんがうちの子供に嫌がらせしてやるって脅してくるから。今回だってそうしてやるわよ。小学校の子供たちを操って、あんたの子供をいじめさせることくらい簡単なんだから。 いい歳した女性から出てくる発言とは到底思えません。子供に罪はないでしょう。私にだって罪はないわ。それなのに、あんたに婚約者を奪われたの。わかりました。ゆかりさん、一度落ち着いてください。ゆかりさんが何を見たのか、ちゃんと話してみてください。あんたがのりゆきと一緒に宝石店に入っていくところを目撃したのよ。それもニコニコ笑って、 さぞ楽しかったでしょうね。ああ、なるほど。あの方がゆかりさんの婚約者なんですね。知らなかったふりするつもりとぼけないでよ。どうせ被害者ずらして近づいたんでしょう。それで私の悪口でも言ってたんでしょう。いや、あれは違くて、たまたま。言い訳なんか聞きたくない。言っとくけど、もうあんたには罰を与えてやったから。えいや、ちょっと待ってください。 何したんですか今はともえさんの自宅でバーベキューパーティーが行われているの。ご存知ああ、そうなんですか全然知りませんでした。そうよね。あなたはともえさんに気に入られていないものね。この街でともえさんに気に入られなきゃ生きていけないわよ。どうでもいいんで。そのバーベキューが何か今私はそこに行ってきたんだけど、あなたのお子さんもいらしたの。え本当ですか 今は別の友達と遊びに行ってるはずなのに。確かに、パーティーにいたわよ。あなたの代わりにお子さんに罰を与えてあげたわ。は何したの恨むなら自分を恨みなさい。何したか言えあらあら、熱くなっちゃって。大事な人を奪われるとどんなに苦しいか、身に染みて分かったでしょ私は何もしてないし、子供だって関係ないでしょ関係大ありなの。だって、 あなたの子供なんだもの。人の結婚相手を奪った女には、天罰が必要よね。ってことで、娘さんに熱々カレーをぶっかけてやったわ。私に娘はいませんが。えどういうことですかどの子にカレーをかけたんですかあれあんたの娘じゃないの私には息子が一人しかいませんよ。いよいよ本当に無関係な子供を傷つけたってわけですか いや、嘘でしょそんなはずない。あれはあなたの娘よ。だから娘はいませんって。ゆかりさん、今どこにいるんですかえどこって、家にいるけど。現場から逃げ出してきたってことですか当たり前じゃない。攻撃したら撤退。これは基本でしょスポーツじゃないんだから、今すぐ謝りに行きなさいよ。ゆかりさん、あなた大変なことしたんですよ。今、 友枝さんから連絡が来たわ。私がカレーをぶっかけた女の子、友枝さんの娘だったみたい。友枝さんの私ずっと友枝さんの子供とあなたの子供を逆に覚えてたわ。どうしよう。どうしようって、早く謝りに行きなさいよ。今謝ったってどうせ手遅れでしょ。う。娘はやけどして病院で治療中だって、何か解決策を。 いつまでそんなこと言ってんですかいいからさっさと土下座しに行って、治療費なんかも含めて払ってくるべきですよ。そんなの、ミスミス殺されに行くようなもんじゃない。ちょっとは反省の色はないんですかいつまで保身のことを考えてるんですか当たり前じゃない。これは事故なんだから。ともえさんの娘だってわかってたら、熱々のカレーをぶっかけたりしないわよ。誰の娘でもやっちゃいけないことなんですよ。 そんなこともわからないからみんなから舐められてるんですよ。何よ、舐められてるって。ああ、い,いえ、別に。いいから、詳しく話しなさいよ。もうどうせなら今日のうちにすべて受け止めてやるわ。いえ、実はですね。ゆかりさんって、みんなからめちゃくちゃ舐められているんです。終わりはい、本当のことです。何よ、そのしょうもない話。ただ私を馬鹿にしたいだけじゃない。 バカにしたいどころじゃないですよ。今まではギリギリ笑って流せるレベルでしたが、今回は我慢なりません。何の罪もない子供を傷つけたんです。刑務所行きだってありえるんですよ。刑務所カレーがかかったくらいで笑わせないでよ。そういう世間知らずなところが舐められるんですよ。もし目に入って網膜を傷つけたらもし顔に火傷の跡が残ったらもしトラウマを植え付けてしまったら いや、そんな、大丈夫でしょう、別に。その子は実際に病院に運ばれてるんですよ。頼むからことの重大さを理解してください。いや、してるわよ。してません。ゆかりさんはともえさんを怒らせたことに焦ってるだけです。普通だったら被害を受けた子供を心配して、今すぐにでも病院に駆けつけるはずです。それが未だに家にいて、自分の正当化に必死 本当に自分のことしか考えてないんですね。いや、だって。そもそも今私とやりとりしてる場合ですかあんただって、さっきから責任逃れが上手みたいね。確かに子供を傷つけたのは私が悪かったけど、その原因を作ったのはあんたでしょ私の婚約者を奪ったんだから。だから何度も違うって言ってるじゃないですか。なのに弁解も聞かず、一人で暴走して、 弁解できるもんならしてみなさいよ。納得いく弁解ができれば、あんたに謝ってやるわよ。まず、ともえさんと娘さんに謝ってくださいよ。いいから、話して。ちゃんと話しますよ。私とのりゆきさんは、一緒に宝石店に入ったわけではなく、たまたま同じタイミングで店に入ろうとしちゃって、彼がドアを開けて、お先にどうぞと譲ってくれたんです。え 確かにそのシーンだけを目撃したら一緒に入ったように思えるかもしれませんが、完全にゆかりさんの勘違いです。私はあの男性がゆかりさんの婚約者だなんてことすら知りませんでした。そうなのそうですよ。のりゆきさんとはちゃんと話したんですか話してないわよ。だって、顔も見たくなかったから。のりゆきさん、ネックレスを買っていたみたいですよ。多分ですけど、ゆかりさんへのプレゼントだったんじゃないですかえ 嘘。確かにネックレスが欲しいって話はしてたけど。ゆかりさん、本当に最低なことをしてしまいましたね。それにこれはさっき噂を聞きましたけど、ゆかりさん宝石店の店主を同活したそうじゃないですか。店内でも暴れ回って。はなんでそれを知ってるのそりゃ狭い街ですからね。噂くらいすぐに広まりますよ。何よ、あのハゲオヤジ。口止めしたのに言いふらしやがって。 宝石店では何があったんですあんたたち二人の動向を探るために店主を尋問したのよ。でもあの店主は二人はたまたま一緒のタイミングで来店しただけだって言い張って、さっきあんたが話したことと同じ説明をしてたわよ。はあじゃあなんで店主から聞いた時点で信じなかったんですか彼は口止めされてんだと思ったのよ。でも、あなたが店主と全く同じ説明をしたから、やっと本当だって分かったの。 そんな私が店主と口裏を合わせてるだけかもしれないじゃないですか。なんかゆかりさんって思考がざるですね。あ確かにあんた、やっぱりのりゆきとあーから違いますって。てかもういいですよ。とりあえず宝石店の店主はあなたを訴えるそうですよ。はあ同活に脅迫に器物破損。監視カメラにバッチリ残っているそうです。 それに加え、当然ながらと恵さんもあなたを許さないでしょうし、のりゆきさんは騒動を聞きつけて病院に駆けつけたそうです。え何度も土下座をしていたそうですよ。病院にはバーベキューに参加したママ友も数人付き添いでいたらしいですから、すぐに状況はわかりました。どうして、のりゆきはこのことをそりゃあゆかりさんと連絡が取れなければ、次は同居している婚約者に連絡が行くもんじゃないですか 彼は仕事場からそのまま向かったそうです。ゆかりさん、残念でしたね。え残念って何がだって、のりゆきが代わりに謝ってくれたんでしょじゃあ、解決じゃないそれ、本気で言ってますそりゃ、ともえさんとは気まずくなるだろうけど、娘さんだって大した怪我じゃなかったわけでしょこのままのりゆきさんと結婚できるとお思いですかえ 連絡を聞いてすぐに病院に駆けつけて土下座するほどの常識人である彼が、何の罪もない子供に火傷を負わせ、しかも連絡を無視してばっくれてる女と、結婚しますかねそれは。さっさと謝りに行ったらどうですどちらにしろ、と恵さんを一度敵に回したら、この町にはいられないでしょどうせなら謝っておいた方がいいと思いますよ。無理私には謝るなんて無理だって悪くないんだもん 悪いのは全部、あんたそうですか。救いようがないですね。じゃあ、さっさとその家から逃げ出した方がいいんじゃないですか。そうね。今すぐ自転車で逃げないと。あ、そういえば、ゆかりさんの自転車、さっき車で潰しちゃいました。はあ何してくれてんのいや、家の庭に置いとく方が悪いでしょう。その後、ゆかりさんは宝石店の店主に訴えられ、 多額の医者料と損害賠償金を支払うことに、さらに友枝さんを敵に回したことで街にいられないどころか、彼女からも訴えられて借金地獄へと突入。婚約者ののりゆきさんも今回の一件で愛想をつかし、彼女の元を去ってしまいました。すべてを失ったゆかりさんは現在所在知れず、今頃どこで何をやっているんでしょう。友枝さんの娘さんは幸いにも感知し、目立った外傷も残らなかったようで安心です。ゆかりさんが姿を消したことで、 街には静かな夜が戻ってきました。